しかもなんかさ、俺なんか小渕さんさ、小袋の歴史をなんか YouTube で語ってたじゃないですか。あれ俺裁判しようかなと思ってるからね。え？あれはもうあんな捏造されてる。あれは捏造ですよ。何割違う？全然違う。そんなに違う？全然違う。でも分からんよ、あいつの目にはそう映ってそう記憶したんかもしれん。なるほどね。でも俺の目にはそう映れへんから。なるほどね。そう。でもそういうのでもやっぱり歌が作れる人と、そうなんですよ、作れない人の差かもしれない。そこなんですよ、多分同じ景色を見ててもさ、そう感じ方が違うってことだね。全然違う。そうだね。だってストリートの時の話でもいろいろしてたけどさ、なんかまあ大変な話、こんなんやったあんなんやったって言ってたけど、俺だってさ、血吐きながら歌ってたからほらそんな描写ないでしょ。事実はそこなんですよ。そんな描写ない。そうそう、ないでしょ。小渕の中に、なかった、ね、すごいうまくいったみたいな、ハッピーエンドみたいに話してたでしょ。なかなかそんなことないよ。ないよ。あいつは自然とこうメジャーデビューしてからさ、いろんなところでその話を、こうするじゃないですか、こんな感じでストリートで、って言ってて、こっちの方が面白いな、こっちの方が面白いなっていう風な取捨選択をしていって面白い話、よりドラマチックな話に多分変わっていったんだと思うんですよ。出来上がったんだ。そうそうですね、トークとしてね、うん、だって初めて会うて、あいつはどこどこで歌ってたっていつも言う場所があるんですけど、そこじゃないもん俺が初めて見たのは境東の端っこの、なんか誰もおれへんとこで歌ってるの見たもん一人で。クロちゃんが人が通れへんと思うね、全然。クロちゃんがやってたとこはもうやっぱり大御所の、いや大御所とか言うけど、僕がやり始めた時はまだ人そんないなかったんですよ、やってる人。あの通りでしょ、だから、なんか漏れたって言った。そうそう、あそこで僕はやってたんですよ、小渕さんはあそこじゃなかったんで、やってた。あの駅のロータリーの方でやってたから最初。あ、そうなんだ。初めて見た時はね、うん、でもあいつはそこ端折って、俺がなんとかかんとかでとかって言うてたでしょ僕がこっちでって、いや違う違う違う、細かいとこですよそこですげえもうなんていうの、暗い感じで、わかる。そんなだってさ、そう、人誰も通れへんとこだから、ロータリーのとこで誰も聞いてへんとこでがむしゃらに歌ってるやつがおったんですよね。なんて思ったら小渕さんだったんですよだから多分堺に来てどこで歌ってんか分からへんけど、最初そこやったんですよ。で何回か多分そこでやってるうちに、あのメインの商店街の方が小渕が来たんですよ。ここ人来ないと、うん、あっち行かなあかんと。そうそこでクロちゃんを見つけたんだ。いや俺は、その境東の端っこでやってる時に俺は見に行ったんですよ。新しいやついるぞと。間にもう一人ね、男の子がいてて、この子が、いや最近めっちゃ上手い人を見つけたんですよっつって、あ、そうなんや、どこにおんのっつったら、いやあっちの奥でやってるんですっつって、で一緒に見に行ったんですよ。それが多分初めてちゃうから。で、清照くんって言うんですよ、その子。で、その清照くんと小渕さんがめちゃくちゃ仲良かったんですよ。その後に、いやほんでそこでコンビ組んでたんですよ。何それ、これ一切語れへんじゃないですかやばい、これなかったことにしてる。これ今日タイトルじゃないの、これこれサムネじゃないの今の、実はだから、やばいやばいやばい。ほんで桜はあいつ初めて作ったって言うでしょそれも嘘なんですよ清照くんと一緒に作ってる曲が3、4曲あるんですよ。やめろ、もうこれ以上本当にマジで。そう、で清照くんと2人で、ずっとやってて、あコンビ組んでんねんなってなって、でなんかちょっとこうロックっぽい曲をやってたんですよ2人で、で清照くんもなんかこうパンクな子で、ブルーハーツとか好きで、そっち系の感じのやつをやってたんですけど、なんか清照くんも大学生で、その当時大学生やったかな、年は一緒ぐらい。いやいや全然年下です、清照くん。でも上手な子でね、歌も良かったんですけど、なんか
コンビ組むとまでは言ってなかったんかな。でも2人でずっとやってたんです、曲作ってオリジナル曲作って、オリジナル、そう、あれだから俺ら小袋の桜が一番最初、全然ないんです全然最初じゃないんですやばい、ウィキペディア変わっちゃうかもしれないその前に何曲か一緒にそこの2人でやってるんですよ、オリジナルを、オリジナルを、これ結構ファンが、そう、でもあいつはそれを全部バッサリなかったことにしてる、うん、いや使えるかなここ、いや、使えるかな、やばい、25周年やし、そろそろちょっと審査が必要だな、真の真実の小袋の真実桜は5曲目みたいなほんまは、じゃあ僕は1曲目ですよ、小渕にとっては、実はあの初婚じゃなかったバツイチなのを隠してたいや、もうサムネがそれだったらみんな、ね、これやばいぞ、小袋小渕バツイチ隠すみたいな感じだったら一回みんな見てみるよ ねいや、小渕さんはでもね、それを悪気がって言ってないんですよ、はいはいはい、まあ ね、 そうね、あいつほんまになんかそこな、なあいつの中で多分完全に消え去ってるんでしょうね、はいはい、嘘は言ってないもんね、嘘は言ってない、はいはい、そう、うちの事務所に到着いたしました、オフィスの、今日はあのベンツがありますね、うちの事務所の駐車場なんてここにど真ん中に止めたのかなそうですね、お疲れ様でした、ありがとうございました。